はい、えー、皆様、再びこんばんは。カープホークス、ドニツカ46ファンです。続いてはですね、えー、2本目の動画になるんですけれども、続いてはですね、パ・リーグ福岡ソフトバンクホークスの、えー、試合の振り返りを、えー、お伝えしたいなと思います。ソフトバンクはですね、えー、今日ですね、ドゾマリンで、 えー、ロッテとの6回戦が行われましたその試合の結果はね、どうだったのか振り返りたいなと思いますロッテの先発投手は、えー、西野投手とそしてソフトバンクの、えー、先発投手は、えー、今季ね3勝目をね狙う、えー、大津投手の投げ合いとなっていたということです今日はね、えー、ソフトバンクはね、えー、今日の振り返りですけども 今日は、ね、柳田が3安打2打点と、えー、それから山川の今季第5号のツーランホームランと、えー、近藤が2安打の1打点とチーム6得点と中5点をクリーンアップとのバットが叩き出してそれから今日の先発、ね、大津投手は7回2安打無失点で リーグトップタイの今季3勝目を挙げたということです。センバツ転向になって、えー、3, 連勝の3連勝の大津は狙って、えー、内野ゴロを取れたワンシームが役に立ったと笑顔が浮かべたということです。えっ、ー、とですね、今日はですね、なんと今日はね、ま,あ、まずはね、山川のね、 第5号のねツーランホームランが続いてねそこからホークスがね一挙ね、えー、しっかりのね選手たちがね打線をつなげてなんと今日はねね今日は、ね、柳田がね3アンダー安打2打点でねそれから今度の2安打1打点とねチーム6得点中のね5点をね。ね クリーンアップでバットを叩き出してそれから今日のね、えー、先発投手の、ね、大関投手はね、えー、なんと中継からね先発に転向してからもリーグトップのタイの、ね、3勝目を挙げてね、えー、ここまでね、えー負,けえー、負けが、ね、ないということでね本当にこうしてねあのリベンジするっていうのが大津投手のね、まあ、素晴らしい。 とところかなと思いいますはい、今日はね、えー、先発ね、えー、試合とかね今日のね今日ソフトバンク先発投手の大関投手は、えー、先ほど申し上げたように7回無失点のコートでハーラハールトップタイの3勝目上げて、えー、7回108球で2安打無失点7奪三振の、えー、今日はね素晴らしいピッチングをね見せてくれたなと思います。 それから今日試合後に、ね、大津投手はゾゾマリンの、ね、イメージについて、えー、今日うの、ね、ヒーローインタビューではリベンジしようと思ってやってきたので今日はしっかり勝ててよかった、まあ、多少は、ね、変わってきましたが雰囲気はと語ったところ、えー、回,答には回答にもかかわらず完全に張り切った表情ではないそこに理由があったということです。 大津投手はですね、えー、悪夢の始まりはです、ねえー、前回投板のね2023年の、えー、10月16日の、えー、ロッテとのクライマックスシリーズファーストステージ第3戦であのー、延長に、つ、えー、もりに、えー、藤岡選手にスリーランを打たれてそこから、えー、大津投手にスイッチしたんですけれども同点の延長10回ノーアウト。ノーアウト にえー、8番手で登板し、ツーアウトから岡にヒットで続くバッターの安田に、えー、CS 敗退が決まるサヨナラだを浴びてその後、グラウンドに座り込,ん座り込みながら、えー、大津投手は、ね、涙を流していたということでね、まあ、昨シーズン、ねえー、悔しさが、ね、ちょっと目にしみたんじゃないかなと思いました。 えー、それから大津、えー、投手はですね、えー、まだね安田とも対戦してないですし安田とはね対戦してからようやくじゃないですかと強烈なトラウマを植え付けられた存在は現在2軍にいる、えー、完全に晴れ渡る安田を抑えてからだということだったということですハラトップハラハラトップ隊の三勝を挙げ先発の柱として活躍を見せる 主力の選手なので安田も抑えてロッテを抑えたいと思える,思えると思うのでこれからも頑張りたいと大津が一歩前に、えっと、一歩を前進し次なる目標を笑顔に見せたということですえー、っとですねまあ今日はねなんとね昨,、えー、昨シーズンね、えー、悔やすなんてまあ雪辱をね えー、今季はねなんとかねこうして、ねあのー、リベンジしたいということでね、えー、こうしてね先発にね転向してもね大津らしいね、えー、ピッチングをしてくれて僕も本当に本当にねもう,もう感動してもう感動してね、あのーえー、少しはねもうほっとしている気持ちですね。はい はいえー、とねまずは、ねえー、今日の、ね、ソフトバンクの今日の打線と今日の大津投手の、えー、ピッチングについて、えー、お伝えいたしました。まあさえー、前回のね悔しさをね今季はねなんとかね、えー、いい投球ができてね、えー、そしてね今季、ね、勝ちをね 勝つことができてね、本当に良かったっていうのがね、本当に大津にとってはね、まあ、ホークスさんにとってもね、本当に感謝してるなと思います。はい、はいえー、っと、そうですね、昨、まあ、シーズンはね、まあ、ちょっとね、えー、CS でね、サヨナラ負けっていうのはね、本当に。 これはもう本当に忘れられない、えー、昨シーズンだったんだったんじゃないかなと思いますこうしてね何、えー、でしょうねまあ負けてしまってね昨シーズンで負けてしまって、えー、次はもうこの悔しさをね忘れずに今日はねなんとかね、えー、今日はなんとかね、えーえー、勝ってね、えー 勝利に、ね、届けることができて、えー、僕も少し、ね、笑顔が、ねえー、見られて、本当にすごく感謝の気持ちでいっぱいです。はいはいえー、というわけで、ねえー、このロッテに、ね、ドドマリンで、ね、3立てていうのが大きいかなと思います。これでホークスはですね、えー、っと今季、ね、2度目の、ね、同一カード3連勝を飾って、 貯金は8人、今季最多更新となって、これでホークスも今、連勝中で、単独首位にキープキープし、これ、次回のね試合に向けてね、しっかりと準備してほしいなと思います。はいえーというわけでき今日の広島トヨカープのカップと、それから福岡ソフトバンクホークスの試合の入り返りについて、詳しくお伝えいたしました。 えー、明日はですね、明日は広島東洋カープと福岡ソフトバンクホークスは、明日は試合をお休みで、えー、土曜日からはですね、えーえー、土曜日からは、えー、とセリーグ、えーと、広島東洋カープは、えー、バンテリンドームで、えー、中日とのね、えー、2連戦か3連戦ぐらいですね、で、えー、試合が行われます。そしてそれから、 えー、パ・リーグ福岡ソフトバンクホークスは土曜日からですね、あそれからね、えっ、ー、と、今日ですね、ソフトバンクのね、本拠地がですね、福岡ペイペイドームから、えー、みずほペペ y ドーム福岡に変更が、えー、今日のね、お知らせがあったので、ちょっとそれをちょっとね、お伝えしました。 今まではね、福岡ペイペイドームだったんですけども、土曜日からはね、あのー、球場が、あのー、ビズホペイペイドーム福岡に、に向けて、試合が、試合が行われるということで、ソフトバンクはね、土曜日からは西武との3連戦ということでね、土曜日からはね、なんとかね、勝ってね、なんとか首位をキープして、 貯金をね少しでもね、えー、2桁をね伸ばしていきたいなと思いますはい、えー、またね明後日のねあさ明,、えー、明日はね試合はお休みですけどもまた明後日土曜日からはねまた試合の振り返りまた試合終了後にですね、えー、残りもね試合の振り返りをお伝えしたいなと思いますので、えー、どうぞよろしくお願いいたします今日の試合の振り返りで、えー、このチャンネルがいいなと思った方はチャンネル登録と高評価と 今日フリカリで印象が残ったなと思った方はコメント欄はどんなことでも構いません。えどしどしと書い、えー、てください。はい、えー、というわけで今日の試合振り返りは、えー、こんな感じで終わりたいと思います。それでは皆様、今日も暑い中、一日お疲れさまです。皆様バイバイおやすみなさい